山深く霊山に分け入れば修行する人々。修験道の義はいかに。修験道とは修行を積みてその賢徳を表す道にて候。修験道とは大自然の中に身を置き心身を錬磨、仏の心に近づかんとする修行であります。紀伊半島の真ん中を南北に走る大峰山脈、そこは古来から霊山として知られる修験道のメッカ。もっともっと出なあかん、またあんた入り口や。もっと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 、それしまいか。ほら不動産や。80メートルの断崖絶壁に逆さずり、あなたも修験者とともに煩悩を捨て去ってみてはいかがでしょうか。精進するな、はい、精進するな、はい、奥さん孝行するように、はい、家庭孝行するように、はい、同心孝のために尽くすな、はい、仕事もするな、はい、分かったな、はい。まっさらな心で紀勢本線に乗って旅。和歌山から亀山まで紀伊半島をぐるりと回る列車は、黒潮をきらめく美しい海辺を走り、神々の住む山里へ私たちを誘う紀伊半島。そこは歴史の裏舞台を彩る悠久のふるさと。今何やら奥深い紀伊半島を興味津々、気ままな旅。和歌山から紀勢本線に飛び乗った旅人はちょっと異なる光景に出会いました。ホムソウ、水戸黄門のロケではないぞ。さてはようすね、ニヒルと化した人々か。この列車ではこういう方見かけるんですか。あんまりない。びっくりしますね。おはようございます。おお、あまり見られないよ入れたちなんですか。これはなぜこのような格好。私たちはね、紀州由良広告寺の小武僧なんですけども、今日は広告寺へお参りをする、そういうあの格好です。左手にお持ちはこれは何。これですか、これはなんか尺八。尺八。尺八は仏を供養するための楽器であります。尺八だ。もう厚かましいお願いなんですけれども、この尺八ちょっと吹いていただけないでしょうか。まずいですか。鳴らすの。お礼な願いじゃが、迷える旅人の心を救って死んぜよとばかり一つ奏でる謎の小無双。前代未聞のリサイタル。汽車の音、尺八の音、波の音、いずこへ旅する小無双ぞ。謎の小無双は紀伊由良で下車、深編み傘のまま道を行くこと10分、とある山門をくぐったのであります。何を隠そう、この広国寺こそ小無双の拠り所、臨済宗法堂派の総本山であります。そして今日は広国寺の開山期、全国から信者たる小無双が集まってきたのです。それにしても今時小無双とは珍しい、いかなる人々でありましょうや。なんかこう皆さんが集まりになるとなんか圧倒されますね。圧倒されるっていうか不思議な感じしますよ。ところであの、この天外ごとってご職業とあれを言っていただけますか。はい、銀行員でございます。奥様は知っております。
あの家を出るときもちろんこういう格好で隠れて裏から出てまいりました小学校の校長を退職しまして会社勤めていらっしゃっていますわあ、どうも女の方もコムソになれるんでございますか。あの全国で 2,3 人おられるらしいです。 2,3 人まだお目にかかったことないんですけど、和歌山では私一人だと聞いてます。あ、建築業です。はあ、皆さん点前を取りますと、いやすごいですね。と取るとこう照れくさいもんですか。照れくさいな。照れくさい。隠れてんのがいっぺんに出たよね心を無にする虚無僧修行、政治家の皆さん修行なさってはいかがかな。胸騒ぐ奇襲時黒潮列車の旅。いやー、のっけからね、コムソが出てきましたけどね。会ったことありますか、実際に。コムソテレビの中でしか拝見したことないんです、うん、あの、あれね、話しかけて、うん、無礼を申すなって言われるのかと思ったら普通の言葉で、ねえ、びっくりしちゃいましたねえ、まあ、あのコムソなどというね、はい、人たちにも僕も小さい頃に会ったかなというくらいなもんですけどね。あ、森本さんもそのくらいですか。じゃあ普通は、まあね、普通っていうか会ったことないですよ ねさ あ, 、はい、あーローカル線で行くふるさと紀行ですけども、今日 は紀伊半島をね巡ってみようと思うんですがね、はい、この紀伊半島を巡っている紀勢本線、うん、こちらをぐるっと乗りまして、熊の古道など山の中にも踏み分けていきますので、あんまり詳しくないでしょう紀伊半島。そうですね、梅とかみかんとかその程度ですか、ね、やっぱり京都とかね、大阪とか名古屋の南側にある、まあ、歴史もあるところですから大変奥深いと思うんですけれども、今日はね、半端じゃない山林王とか沿岸のクジラ漁とか地元じゃなければ見られない楽器なども登場します。どうぞお楽しみ。紀勢本線由良駅を出て5号に差し掛かった時、たった一両の列車を発見。あら、一両だけか列車が走ってる。わー、地域の人たちがこう乗る電車かな、これ。乗ってみようか、うん、その姿いかにもローカル線だし、ここは一つ飛び乗ってどこへ行くやらわからぬが急ぐ旅でもあるめえし、知らない土地を見てみよう。時は昼時、駅弁買ってふるさと列車に身を任せ、旅情をおかずに弁当を食えばこんないい旅他にはない。大丈夫、運転手さん遊んでる。あ、大丈夫だ。なんかクラシックだね。降り、コーチングロー、そこまで行くの。思わずね、まあ、いや、乗って行こう。実るほど神戸を垂れる稲穂かな、実りの秋の爽やかな沿線、旅人だけが乗客のたった一両ふるさと列車、どこへ行くかはミステリー。あ、魚屋の水席。ああ、あ、ここも駅ですか。駅、おはようございます。これあのどこまで行くんですか。あのさっきのとこまで戻るんですけど、 JR のとこ行くまで。え、こっていうこと、ここが終点。ここ終点です。え、終わり。え、終わりだ。弁当広げたばっかじゃん。だって10分乗ってないよ。あれ、じゃあ降りなくて行けないの。いや、弁当どうする。これお茶も飲んでね。すいません、今これ駅がいくつありました。五坊駅から、五坊駅から一つ二つ、4つ目ですね。ここ4つ目ですね。4つ目、はい。あら、何せ 2.7 キロしかありませんので。 2.7 キロ、はい、2.7 キロ、はい。あら、これは何鉄道って言うんですか。紀州鉄道。紀州鉄道、はい、名前は大きいんですけどね。名前名前負けです名前負けですよね。あらら、ああ、運転手さんもいなくなっちゃったよ。なんとこの列車、全長 2.7 キロ、乗車時間8分、日本最小の私鉄であります。この紀州鉄道ってすごくあれですよね、綺麗ですよね。
そうでしょ、あの、ね、車両は古いですけど、ね、きちんと整備していただいてるんで。昭和4年、沿線のみかんを運ぶために作られたこの鉄道、今では通勤通学の地元の足として活躍しています。こんにちは。お孫さん。そうです、孫です。いつもこれ乗って遊びに行きます。この旧鉄道で乗って遊びに行くの？はい。どこまで？ボボイこれ乗るのが好き。この電車のほうが好きなの？はい。あらまあ、何見に行く？どっちよ。うん、どっちよな。こっち見に行くの？あ、入ってきた。おばあちゃんは毎日孫を連れて特急を見に来ます。決まった時間の紀州鉄道に乗れば帝国通りの特急が見られるのです。微笑ましいローカル線のプラットホームです。もうバス止まってる。これか。そうそうそう。玉部駅から路線バスに乗って熊野古道へと入ってみましょう。熊野古道は紀伊半島を横断して対岸の新宮へ至る古の道です。平安の昔から信仰の道として切り開かれた熊野古道、その道沿いには今どんな暮らしがあるのでしょう。景色がいいですね。紀伊半島の奥深く踏み込んでちょっと胸騒ぎ。熊野古道が通る中辺地への路線バス、いよいよ山は深く、水も空気も澄み切って美しい。どちらへいらっしゃるんですか？あ、ちょっと古川の方へね、ちょっと行ってみたいと思います。お仕事で。ちょっとね、ちょっとこのね、あのちょっと何ですか、自分でも商売道具やけども。商売道具。これね、あ、何ですか？これはね、よきって言うてね、よき、よき、はい。こちらでよきね、おのですよね。おの、おのですね。ちょっと見せていただいて。なんだ。ああ、かけてる。かけちゃってる。これ綺麗に治るんですか？治ります。治ります。この商売さんの方はね。こういう鍛冶屋が上手なんです。じゃあもういつもあれですか、長年の付き合いで。そう、もう長いです、長いです。でも話し込んでるって随分なんか山の中入ってきましたね。いやー、綺麗な水。はい、ここおります。はい、ここ。上中さんは油を焚いてすすを取る仕事、つまり書道の炭の原料を作っています。欠けた斧は松ヤニを取るために使う道具です。その上中さんが名人と太鼓判を押す野鍛冶とはどんな方なんでしょう。手荒く扱ったんで先飛んだのでよ、えらい汚れりますけども、ちょっとまたこれ見ていただきたいと思います。野鍛冶の庄司さんは家業を継いでこの道60年。今ではこの界隈でたった一人の鍛冶屋さんです。農作業に使うクワやスキなど何でも作りますが、得意は山仕事に使う斧やナタの類だといいます。山里の野鍛冶の本領でしょう。この辺か。どこに焼き入れるっていうの、こういうのこと。これから出来上がりや。出来上がり。うん。早い。ああ、立派に。ああ、残りましたですね。ねえ。